その昔、この御堂のマルチフォートが結構好きでした。これが丸型で、これがちょっとオクタゴンみたいな形ですよね。これはスモールセコンドなんですね。バブルバッグよりもほんのちょっと小さいぐらいのケースで、防水性がしっかりしていたケースでした。まあ、多分1930年代ぐらいの作りだと思うんですけども、中には綺麗なハーフローターの機械が入ってますね。もう最近は久しく開けてないで、どういう機械だったかも忘れてますけれども、ちょっとこの後開けてみましょう。裏蓋はこういうあれですね。角張ってスクリューになってる防水のケースで、とてもしっかりしたケースで、真面目な作りをしているメーカーですよね。好感が持てますよね。で、こちらもう一つもそうですね。こういう形ですね。とても、いいメーカーだったと思うんですね。当時として、防塵防水で。ですけど、まあ、多分、ロレックスみたいに、広告がうまいわけでもないので、まあ、潰れてしまったんでしょうけれども。でも、真面目な作りの、いい時計ですよね。まあ、今となっては、もう、めったに見かけることができないような、機械、そしてケースですよね。まあ市販でもそんな値段高くないですから買うことできると思いますんで、まあこの時計は、まあ、往年のバブルバッグファンには、懐かしい時計だと思います。なかなかいい時計ですよね。ちょっとこの後開けて中見て。